平野紫耀滝沢市プロデュースで CD デビュー報道、キンプリは東方新規と時事状態に、大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。6月29日発売の、女性セブン、小学館、が、キングピンス以下、 キンプリの元メンバー平野夫の再始動について報道。平野は先月22日に人従事ユータ、騎太ユータとグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場しているが、記事によれば、一足先にジャニーズを離れ、今年3月にアーティストプロデュース会社、トベを設立した滝沢秀明氏が、平野のプロデューサーを務めているという、マスコミ関係者の間では、 金プリは今後残留組と離脱組の対比が盛んに報じられるのでは、スポーツ紙記者とみられている。平野は人流時と同時に事務所を辞めた一方、記者は9月末に退社予定。 三人が脱退と退場を発表したのは昨年11月4日だったが、その直前には事務所副社長とジャニーズアイランド社長を兼任していた滝沢氏の退社も公となり、業界内外が騒然となった。滝沢氏はすでに新会社と部を立ち上げ、タレントオーディションなどを行っていることも知られています。 片ヘイヤと神宮寺は退場したばかりですし、騎士もまだジャニーズに在籍していますから、今後について明確なアナウンスはありません。なお、キンプリは残された長瀬角、高橋山の二人体制で活動を継続中。6月21日にはシングル、何者もリリースしました。芸能ライター。 金プリの残留組と離脱組の対比が盛んに報じられるようになるそんな中、6月20日発売の週刊女性、シフ生活者が7月にも平野と神宮寺が飛べに合流すると伝えた。一方同29日発売の女性セブンは平野の新曲プロジェクトが極秘裏に進められていることそのプロデューサーは滝沢氏であることなどをスクープ。 そして平野と神宮寺だけでなく、騎士もいずれ滝沢氏と合流する可能性を伝えています。前でスポーツ上記者。記事によると、彼らは戸部に所属するわけではなく、それぞれ個人事務所を立ち上げてエージェント契約を結ぶと見られているようだが、ジャニーズに残った長瀬と高橋退場して滝沢氏を中心に集まると見られている平野、神宮寺、騎士。 残留組と離脱組に分かれる構図は、まるでスマップへのようです。どうかつてジャニーズのトップアイドルグループとして活躍していたスマップは、2016年末に解散し、翌年に長き五郎、草薙剛、香取慎吾が退場。20年に中井雅宏も独立し、現在は木村拓也だけがジャニーズに在籍している。 とはいえスマップは解散していますが、金プリは活動を継続しているので、韓国のアイドルグループ東方新規とジジエの構図の方が、より金プリに近いかも。もともと5人組で活動していた東方新規ですが、分裂騒動を起こし、プロとして再始動。他の3人は新グループチチとして活動をスタートさせました。 三人が離脱した背景には事務所とのトラブルがあったと報じられ、当時事情を日本での活動にかなり苦労したと言われています。どうスマップに一しても、稲垣と草薙、香取は退場後、しばらくメディア露出が激減した。19年7月には厚生取引委員会がジャニーズに、 大使長ナを番組に出演させない、ようテレビ局などに圧力をかけた疑いがあると注意を行っていたことが報じられ以降は彼らの露出も少しずつ増えていきました。 一方、今のジャニーズは退場者が続出し、しかも事務所創業者で前社長のジャニー北川氏19年に失去の性加害問題も取り沙汰されるなどしているだけに、金プリの離脱組やマスコミに対して強行策を講じるほどの余裕も元気もないと見られます。そうなると、今後は金プリと元金プリの対比が盛んに報じられることになりそうです。どう まもなく X デートされる7月だが、果たしてトベは最初に何を公式発表するのだろうか